あなたが先手です。対局開始。どうも、ガロです。お願いします。ということで、今日も将棋ウォーズ、自分将棋やっていきましょう。ということで、22球8勝0敗、怖い怖い怖い。はい。よし、初のね、いっぱいをつけてやろうと、頑張っていこうと思います。はい。まあ、とりあえず、8五歩か、まあ、棒銀の可能性はありそうですね。さっきね、さっきじゃないか、10切れでね、なんかね、負けたんですよ、棒銀されて。ちょっと悔しいんで、ただ、まあ、6四歩ついてきたんで、これは棒銀ではないということなので、よし、右玉に組んでいけそうです。はい。右玉。完成。で、ここで、まあ、4四歩とついてきて、で、4三金左と上がってくるかなと思ったんですけど、5四銀だったので、これは組めます。これは組んでいける。はい、これは6六銀から5五銀とぶつける将棋になって、まあいい、上がっとくか。なりそうかなって思ったんですが、ちょっとね、4三銀と引いてきましたね。これは角打ちが入るんじゃないかな。これなら、6四の歩をかっさらいに行けそうですね。どうかな。で、ポーンと出て、で8二歩って打ってくるなら、まあ8七歩と打っといて、さすがに8二歩じゃ飛車先が重すぎるというか、さばけなくなると思うので打ってきた。はい、まあ、これで一応、相手の方はかなりの手損で、こっちは角を手放してるっていう状況なので、どっちがいいかまあ正直に微妙なところではあるんですが、まあとりあえず角引いといて、で次6五銀とか出ていきますか。6五銀から5五歩、まあこうなってからここからね、どう指していくのかってまた難しい話なんですけど、まあ一回突こうかな、この辺。まあとりあえず相手がもう攻めれないと思うので、なかなか攻めづらいかなって思うので、さあさあさあ、3456789、一回金寄りでちょっと様子見ますか。どうしようかな。なんか正直7七桂って跳ねちゃってもいい気もするんですけど、ただ7七角から5五銀の味も消したくないんですよね。なので迷うところではあるんですけど、1234566、一回交換しよう。まあ引いてきたんだったら一回交換しといて、で多分次5四歩から、5三銀6四銀って形で出てくるんだろうなって思ったけど、そういうことか、そういうことですか。1234566、もう跳ねちゃうか、うん、で次、6五桂と跳ねていっちゃいますか。6五桂と交換して5五桂を狙っていくっていう感じでシンプルにいきましょう。でまあ向こうの陣形的には、飛車に弱い形だと思うので、飛車を取れれば OK と。でここで5四歩ができないんですよね。そう、これ多分5四歩ってしたいと思うんですけど、5四歩すると4二角成で取れちゃうので5五桂が受かりづらいということで、銀も出てきた。で銀出てきて、これ同銀だと同金ってやるってことですか。5、6、7、かといって銀がニョキって出ると今5五桂あったかな、うん、角を取ってくるということで、さあどうしようかな。4567、あ、パッと見えないよ。9、あ、ちょっと待って、今見えなかった。ちょっとこの手はあんまいい手じゃないというか全然いい手じゃない。1、ちょっと間違えましたね。3、4、5、6、7、8、意外と意外と難しい。ちょっと待って、全然見えない。この手もちょっと悪い手ですね。ちょっと手が見えないです。手が見えないので、なんとかしないと。3二銀とか、そうだな、3二銀だよな。2、3、4、5、6、なんか困ったな。どうしよう、これどうすればいいんだろう。困ったな。4五歩ついちゃうかな。4五歩同歩4四歩、4五歩同桂同桂同、4五歩ついちゃうか。時間切れ勝ち。いや、今面白いところだったのに。マジか。なるほどね、そういうことですね。わかりました。はい、じゃあ感想戦に移りたいと思います。はい、ということでね、まあ右玉に組んでいった将棋になります。で、まあ、相手が棒銀ではなくて普通の腰掛け銀ということで、
まあ、5四銀型でしかも出てきたので、これは6六銀とぶつける将棋になっていくかと思ったら4三銀と引いてきたので、まあ、これはね、で、まあ、交換もしてきたので、これは角打ちがぴったしということで、まあ8二歩って受けてきたんですけど、そうこうやって受けてくる場合には、まあ、受けるパターンとしては7三角7三桂8二歩くらいだと思うんですけど、まあ、7三角はね同角なり同桂に、まあ、8七歩とか打っといて、それは全然6四の一歩得になってるんで、それは全然いいかなと。で7三桂だったら8四歩9三飛車に9五歩、同歩だったら9四歩同飛車に7三角なりで決まります。なので、まあ、8二歩しかないということ で8二歩って受けられたらさすがに攻めれないので、こっちも8七歩と打っといて、まあ、6三金に対して8六角を用意したって形ですね。で、まあ、あと角引いて、まあ、じわりじわりと指していくっていう感じなんですけど、そうこの辺で、そうこの辺で、まあ、桂跳ねがちょうど決まったかなっていう感じですかね。まあ、同桂同銀で5五桂を狙っていく。で5四歩もできないと。ということで5四銀とぶつけてきたんですけど、ここで5五桂と打った方が良かったかな。5五桂は6五銀、6三桂成同飛車、6四金。まあ、駒損する攻めだから別にそこまでする必要もないですかね。まあ、一直線に決まるかもしれないけど、まあ、5五桂、6五銀、6三桂成同飛車、6四金。で、まあ、8三飛車だったら6五金、6一飛車だったら5三金、同銀同角成みたいな感じでですね、その局面でこっち銀1枚なんで、まあ、ちょっと やりすぎ感もあるので、やっぱ微妙ですかね。まあ、8四角とか打たれといて微妙かな。やっぱり同銀ですか。で同金で、ここでどう指していくのか分かんなかったんだよな。ここで分かんなかったんですよ。5五歩同金、6四銀、まあ、微妙ですか。5五歩同金、5九飛車、なんかスパーンと決まらないですね。6六桂打っても、6六桂、6六桂、6五金、5四桂、3一銀、4二銀。そっか、6六桂で6四金ってできると思ったら同角があるんで、6六桂、6五金、5四桂がいいですか。で、3一銀に4二銀。で、次、5三角成を狙っていくという感じで指せばよかったですかね。ちょっとぬるかったですね、角引き。まあ、がっちり桂馬で受けられて、こっちもがっちり受けられて、でここで相手の方が時間切れ負けになってしまったんですが、まあでも、まあ、言うて8二に歩もいるし、ちょっと相手指しづらい感は否めないかなという感じですかね。で次4五歩、まあ多分この局面では、まあ、相手の方だったら2五歩とかついてくるのかなと、2五歩から2四金みたいな感じでもりもりとやってくるのかなって思うんですけど、まあ、2五歩の瞬間に4四歩とついて、いや4五歩か、4五歩同歩だったら4四歩で桂馬が詰んでます。で同金は同桂があります。なので4五歩は同桂だと思うんですけど、同桂に同桂で同金に4六歩でまた金が詰んでるっていう感じですね。なのでちょっと辛いかなっていう感じですか。だからね、昨日も探偵数で終わっちゃったんですけど、まあ、今回も探偵数で終わってしまったということで、これ何手だったんだろうな。あ、でも一応まあ71手ですか。71手、できたので、まあ、よかったかなということで、まあ、基本的にはここの端角打ってこの形ですね。やっぱちょっと辛いですよね。なのでここでは一歩交換はできないということで、まあ、ここで6三金とか上がってくる手もあるのかな。まあ、それから普通に2二玉とやって、でこっちも7七桂と跳ねて、でまあ金を4八に寄せて6八5八って寄せて4枚民玉を組んでいくって感じですね。それがしたかったんだけどな、っていう感じなんですけど、まあ、今晩はそれもそうはならずについてきましたので、こんな感じで。ってことでね、一応8連勝阻止できたんですかね。まあ、時間切れって形ですけどね。皆さんよかったと思います。まあ、ということで今日はこんな感じで終わりにしていこうと思います。ってことでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。